皆さん、こんにちは。今回は女子プロレス界のカリスマ、長代千草さんの婚約破棄、暴行事件、病気について紹介したいと思います。はじめに長代千草さんのプロフィールから紹介します。生年月日、1964年12月8日。出身地、長崎県大村市出身。1980年8月8日に全日本女子プロレスでデビューされ、1983年にライオネス・アスカさんとクラッシュギャルズを結成しました。1984年には炎の聖書で歌手デビューをし、多くの女性ファンを獲得しブームを起こしました。1989年に突然の引退。引退後はタレントとしてテレビドラマや舞台での活動を行っていましたが、1993年にプロレスラーとして復帰をし、1994年にはガイアジャパンを設立。驚異の新人と呼ばれる選手を育成指導しました。そんな長代千草さんは結婚破棄をした過去があります。そのお相手とは元プロレスラーの前田明さんです。1984年の最初の2人の対談インタビュー記事からでは、長代さん当時が前田さんのファンで、前田さんの凱旋試合で出したスロイダーについて語られていました。長代さんは観客の一人として見に行って、スロイダーについて質問をしたら、前田さん曰く、頭から落としたから二度と出すなと言われたと。そして長代さんは当時上手くなかった自身のスープレックスに前田さんにコツを助言してもらって、後に指導の下で前女の試合で披露していました。その指導風景前の画像もあったので、相当入れ込み方が違うと感じましたし、前女の試合で当時アンダー WF だった前田さんと高田信彦さんが直接見に行って確かめた事実もありました。それ以降からより親密になり、やがては男女の関係となったとのことです。ですが婚約をしていた事実はどこにもなく、前田さん以外で多数の関係を持った男子レスラーさんの存在もあり、それを知った前田さんが怒るのも当然だったと感じます。いわゆる長代さんの一目惚れから始まった交際でしたが、前田さん側の立場では指導者、師匠と弟子との関係としての関係からより親密化をしただけで、結婚までは考えていなかったと思います。そう鑑みれば、長代さんが当時18歳で憧れの前田さんとの対談が実現できて以降、いろいろプロレスに対する指導を受けて、最初は前田さんを見ただけで顔の方が赤くなる単なるファンだったことは事実であり、お互いの試合をプライベート、実際そうとも限りませんがって見た評価が高く、意気投合をした結果が交際ということになったのでしょう。そんな長代千草さんは過去に暴行事件に関与している騒動がありますので、そちらを紹介します。2019年1月にプロレスラーの長代千草さんと元プロレスラーのブル中野さんが27日都内で大坪ケムタ氏の著書レスラー飯ワニブックスの発売記念トークショー&撮影会に参加した際に、その事件について話されました。2018年の11月に札幌市内で男性が妻の女性に馬乗りになって暴行している現場に遭遇し、止めに入ると反撃せずに暴行を受けた長代さん、男性は長代さんの髪をつかむなどしたとして暴行の疑いで逮捕され、長代さんは事件の被害者として報道されました。正義のクラッシュギャルズとして一時代を担ったベビーフェイスである長代さんは、手を出せば男性が大きな怪我をする可能性もあり防御に徹底。ブルさんは素晴らしいと思ったのが、後輩にお前ら手を出すなと言って自分だけ言った、私だったらお前ら先に行けという感じだと思う、やっぱりクラッシュギャルズさんだなと感慨深げに語りました。長代さんも髪の毛をわしづかみされた時は頭にきますよと明かしたが、その怒りをなんとかこらえたそうです。クラッシュギャルズ対極悪同盟は最大で年間310試合もしたそうで、幾度となく長代さんの髪を掴んできたブルさんが冗談交じりに、懐かしかったですかと聞くと、長代さんは、男性は頭を叩きつけようとしたけど、私の首が強くて下に行かない。その瞬間にニヤッとした瞬間はあった。と豪快に語りました。ただ、名誉の負傷で後遺症も残ったそうで、
男性が左手小指をつかんでひねったため骨折をしたそうです。長代さんはここ第一関節が曲がらなくなりました。固まっちゃいましたね。だからグーが握れなくなったと衝撃の事実を告白し、実際に手のひらを握ったが左手小指は完全に曲がることはなかったそうです。ブルさんがそこまでしてと驚くと、長代さんは現役のプロレスラーがあと2人いたからやろうと思ったらできた、でも絶対にしてはいけない、何かしたらすぐ悪い噂になってしまう、だから絶対にダメですねとプロレスラーとしての矜持を口にしました。そしてブルさんは今の話を聞いたら悪いことできないなって思いますね、誇りに思う先輩と元極悪同盟とは思えない発言で場を明るくしました。その翌年2019年には自身のツイッターを更新し入籍報告をしたが、エイプリルフールの嘘だったと謝罪の言葉を綴りました。長代さんは1日に皆様にご報告、2019年4月1日本日無事に入籍いたしました。長すぎる春でしたが、やっと戸籍上の名前が変わります。ババアにも幸せが訪れたわと投稿をし、エイプリルフールを匂わす言葉がなかったためネット上には祝福の声が寄せられました。その後あまりの反響にエイプリルフールに甘えた結果、皆様へエイプリルフールにリアルすぎる嘘をついてごめんなさい、収拾つかない、いつか春を抜け出すわと謝罪の言葉を述べました。そんな長代千草さんといえばタトゥーを入れていると言われていますが、そんな長代さんのタトゥーの模様や増えた経緯について注目が集まっているそうです。では長代さんのタトゥーの模様や増えた経緯とは一体どのようなものなのでしょうか。そこで調べてみると、長代さんは2000年代以降に様々なタトゥーを入れたと言われているそうです。長代さんは2000年代以降もリングに上がることがあるのですが、その時に腕などにタトゥーを入れていることが大きな話題になったとのことです。昔の長代さんはタトゥーを入っていなかったので、今はタトゥーが多くなっていて驚く人も多いのだそうです。長代さんがタトゥーを入れた時期についてははっきりしないのですが、90年代後半くらいに腕などに小さなタトゥーが入るようになり、ライオネス・アスカさんとクラッシュ2000を結成した時に肩に記念のタトゥーを入れたそうです。また長代さんのタトゥーが増えた時期は2000年代以降で、2010年代になってからタトゥーが増えたと言われているそうです。長代さんは初めにクラッシュギャルズのマークのタトゥーを入れて、その後に肩に A 文字のタトゥー、肘、内腕などにタトゥーを入れていて、徐々にタトゥーが増えていったそうです。なので長代さんの入れ墨の変遷についてははっきりしないものの、長代さんはヒールレスラーとして試合をしたり、電流爆破マッチなどの過激な試合を行うこともあるので、タトゥーを入れるようになったとも言われているそうです。ちなみに長代さんのタトゥーの模様は A 字、十字架、女性像などで、右肩がガイアのマーク、右腕にあるのは A 字、左腕にあるのがクラッシュギャルズのマークと言われているそうです。この他にも長代さんは左胸に羽、背中にも何らかの絵のタトゥーが入っていると言われているそうです。長代さんがタトゥーを入れる値段などははっきりとしないのですが、大きなタトゥーも多いのでそれなりに値段のするものと言えそうなのだとか。また長代さんがタトゥーを入れたのは大仁田敦さんと試合をするようになったからとも言われていて、男絡みでタトゥーが増えたとも言われているのだそうです。しかしこれについてはあくまで噂で、大仁田さんと試合をする前からタトゥーは多くあったとのことです。現在も多くの試合に出場している長代さんなので、今後も長代さんのタトゥーはさらに増えていくかもしれませんね。そんな長代千草さんはフジテレビ系ノンストップの取材に対して、胆石症が判明して19日に全摘出手術を受けたきっかけとなる検査を受けたのが、乳がんで闘病中の後輩北斗晶さん48の影響であることを明かしました。長代さんは検診を受けて胆汁の成分が固まって石ができる胆石症であることが判明し、医師に胆のを全摘出を勧められました。
放置すれば癌化する可能性もあったといいます。この検診を受けるきっかけについて長代さんは、やっぱり北斗晶じゃないですかね。早ければ早いほどいろんなものが見つかるっていう、彼女が挑んでいる姿を見て自分もと思いましたね、と乳がんで闘病する48歳の後輩に刺激されたそうです。手術前には2人でメッセージ交換もしたそうで、北斗さんが間もなく手術ですね。まさかチコさんと私2人揃って病と戦うことになるとはですね。体温かくされてくださいね、と思いやったのに対して長代さんも、チャコちゃんありがとう、うん、手術頑張るから、チャコちゃんは治療苦しいね、頑張ったら笑顔になれるからね、とエールを返しました。手術8日前の試合に出場され、事前に医師にこれ出てから手術お願いしますと知らせると呆れられたと言います。そして長代さんは19日に胆嚢全摘出手術を受けて成功し、21日に行われた15年度プロレス大賞の授賞式には車椅子で出席し、大仁田敦さんと共に最優秀タッグチーム賞を受賞しました。いかがでしたか。今回は女子プロレス界のカリスマ長代千草さんの婚約破棄、暴行事件、病気について紹介しました。現在は現役を退いていますが、また新たな活躍を期待します。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。